はい、こんにちは。今日は、デルマトファイブロザルコーマプロトゥベランス DFSP の病理組織像の解説です。えまず、こちらのアメリカの病理、ジェラット・ガードナー先生による解説動画をご覧ください。下にもリンクを貼っておきます。そして、聞き取りにくいところは、この後私が日本語で解説しますので、参考にしてください。DFSP の典型的な臨床像は多結節性の主流で、 若年成人の体幹に生じることが多いですが、統計部や指針にも生じることがあります。早期の病変は非特異的で臨床的に良性に見えることがあります。脳腫や半痕脂肪腫、皮膚腺腫に似た臨床像を呈することがあり、診断が遅れることがあります。病理組織像は特徴のない防水系細胞が神秘と皮下脂肪組織内で増殖します。 異形性、多形性や絵脂臓、異形な核分裂像などを描いているというのが特徴の一つです。分子生物学的特徴としては、この検査は診断混乱例においてのみ必要な検査ですが、えー、染色体の点座があって、コル 1a1 遺伝子と PDGFB 遺伝子の融合が起こっていいるととうここです。これはフィッシュ法や RTPCR によって確かめることができますえ。新しい稀な点座のバリアントとして PDGFD 遺伝子との融合も知られています。DFSP では花むしろ状の増殖というのがよく知られています。これは形の揃った特徴のない防水系細胞があの 花むしろのように増殖しているということですが、これは DFSP 以外の腫瘍、例えばデルマとファイブローマなどでも見られることがあります。皮下脂肪組織への浸潤のパターンは特徴的で、蜂の巣状に脂肪細胞を腫瘍細胞が取り巻きます。脂肪細胞がほとんど 失われてしまって探さなければわからないほどに皮下脂肪組織が腫瘍で置き換わっていることもあります。特に頭部に起きた症例でそのようなことが起こりうると述べていました。CT34 は DFSP の感度の高いマーカーです。ほとんどの症例で陽性となります。しかし、得意性はあまり高く,なる高くはなく、他に陽性になる腫瘍もあります。他の繊維化細胞の腫瘍や スピンドルセルリポーマなどです。ヘリンボーンパターンを示す例もあります。これはファイブロザルコマタストランスフォーメーションを起こした DFSP において見られます。この場合、CD34 の染色性が失われることがありますえ。この場合は転移しやすいという傾向はありますが、治療方針は典型例と同じで、え切除団体が陰性になるような拡大切除が必要になります。DFSP の 間別診断としてはデルマトファイブローマ、ベナインフ,ファイブラスヒスオサイトーマが挙げられます。硬い結節や球診等であり、四肢に生じることが多く、色素沈着を伴います。時に統頸部にも生じることがあります。若年者に生じて細胞成分に富んで、神秘の深層から皮下に生じる例もあります。DFSP と デルマトファイブローマとの違いは、デルマトファイブローマの方が細胞の形態が多様で、より太い防水系細胞で、むしろ異形性や細胞分裂像も豊富に見られます。モジデリンが沈着することもあります。多角の組織球や放末細胞、出血像が見られることもあります。デルマトファイブローマも時に皮下脂肪に及ぶことがありますが、皮下に指,指のように上に浸潤している像を 示してデルマトファイブロザルコンプロトベランスの可能性ではないかということが疑われることがあるんですが、デルマトファイブローマの方では脂肪の壊死や炎症性変化を伴うことがしばしばあって、これは DFSP にはないということが、鑑別のヒントになります。セルラーデルマトファイブローマと呼ばれるタイプでは、ヘリンボーン用の外見を提出することがあります。 分裂上や部分的な絵師を伴います。深部に浸順して再発することも多く見られます。DFSP との鑑別が難しいときは CD34 の染色や融合遺伝子の検索を行います。デルマトファイブローマの CD34 の染色所見の特徴ですが、腫瘍自体は陰性で腫瘍に圧迫,圧迫された周囲の組織の部分が CD34 に染まって見えます。あの正常の神秘の中にも CD34 の陽性の樹状細胞があるので、デルマトファイブローマで押し付けられて圧迫した辺炎の部分が CD34 に強く染まるという特徴があります。はい、いかがでしたかこちらの背景画像は DFSP とデルマトファイブローマの皮下脂肪組織への浸順のパターンを 比較しして示したものです DFSP の方は個々の脂肪細胞の間にはしご状だったりハニカム状というふうに表現されるように浸潤するということと皮膚と平行に相乗に浸潤するという傾向があります。一方、あのデルマトファイブローマの方は、えー、脂肪の隔壁あの脂肪の所要と所要の間の隔壁の層 各域に沿ってあの吉祥に浸潤する傾向があったり、えこの上の画像のように、あのデルマトファイブローマの結節が皮下脂肪組織を圧迫するようにこう、平滑で境界明瞭な加担を持ってえ突出しているというような像を示すのが特徴というふうに言われています。